とポケットモンスタークリスタル実況プレイのパート22だね、やっていきましょう。今回は、南の方の赤竹シティに向かいます。さて、中取れないそうで鬱陶しいな。あ、ガラガラレベル上げときました。十分実戦で使える段階になっています。なんでね、今回はこの、ガラガラをねジムリーダーにぶつけたいと思います。邪魔だ。ドルノズク、対向車ですかね。赤竹に着きました。では参りましょう。微妙に道見えるな。邪魔くさい。こいつかな。あ、違うな。これ、たぶん、なんか化けてんじゃなかったっけか、これ。どこにいるんだっけ。まあ、いっか。手当たり次第倒しますかね。行こうぜ、ガラガラ。あ、当たり引いた。まあ、なんか適当に一番奥にいるやつ、はい、声かけてみたら、当たってしまった。おお、相性悪いやんけ。まあ、関係ねえわ。決め技ばっか。アイアンテール。なんか他の覚えさせなきゃ。何がいいかな。ナイス。ここもな、特別高いわけじゃないからな。色パン覚えさせてもな、正直。ね。オンラッシュ打ってみよう。いっちょも。レベル低いな。ブリキカッターだと？確認取れてる時点で無駄。この太い骨を握りしめたガラガラの火力を舐めるな。でもな、さすがにこれこのままだとちょっとね、いろいろよろしくないんで、さすがに何か別な技を覚えさせないとな。ちょっとこの子弱すぎるね。申し訳ないんだけど。
強いね、あんた負けたよ完璧に。ほらこれ持ってて、ピンクバッジを。はい、あんた強いね、特別にこれあげるわ。毒毒ね、もらっておきましょう。もっと修行してもっともっと強くなるわ。あたいの父上にもあんたにも負けないようにね。な、そしたらね、どうしよっかな。さすがにちょっと偏りがすごいので、無難なところでいくと頭突きとかでも十分火力出せるんだよね。まあでも頭突きを覚えさせるんだったら、あ、でもまあ頭突きはひるみがあるからいいか。ただねー、技狭っ強いんだけど技狭っ。爆裂パンチ覚えさせよう。で、あのね、あのいろいろとね、特殊技も覚えられるんだけど、そもそも特攻があんまり高くないんで、相手この時ちょっと困るけどね。まあなんとかなるだろう。オッケーですね。そしたら今度は一旦口場に帰りまして、お前だ、一応レポート書いて、ルージュラ前に出そうかな。あ、そうか、これでポケギアの音声を、これで、はい、アビゴンもね、あの第二世代、金銀クリスタルの頃はもう最強クラスのポケモンと歌われてましたけど、当たらない。うん、それ痛い。ルージュラの物理耐久はそんなに高くないぞ。寝ろ。特防が高いので、冷凍パンチで削っていけるかな？レベル50とかも即戦力じゃんね。ちょっと今回はね、タイプ補完の都合上、編成はしないんですけど。非常にね、いろんな、技を使えて攻撃力も高いし、耐久力も高いしっていうことでね。文句のつけどころのないポケモンなんでね。そろそろ起きちゃうかな。危ね。ごぼうを使って食べ残し盗んでもよかったな。はい。あー、足りない。ちょっとそれ起きるんじゃないか。
うわ。会えないね。ヘルが良くないよ。でもこのまま行け。行けた。最後の最後にあっさり行ったな。オッケーオッケー。でここ抜けちゃいましょう。弱い者いじめはしない。はい、というわけでこっちがなかったっけかな。補正させたいな。まあ、すぐね、あの、ポケ戦に行けるだろうから、大丈夫だと思うけど。また金の玉だよ。出た！おじさんの金の玉だからね。伝説の名言よ。迷う方ね。おー、邪魔くせー。はい。トレーナー戦ともなるとレベル30程度のスピアで経験値1000ももらえるのか。まあ、実質攻撃力224あるってことか。高いね。とりあえずニビシティにたどり着きましたと。じゃあね、もうこのままニビジム行っちゃいましょう。ダメだよねー。長引かせてみろよ。地面タイプじゃねえか、お前。そういえばサンド使ってるトレーナーいたな。
はいはい。そうだな、今回はメガニウムに見せ場作ってやろうかな。せっかく新技も得たしね。譲渡から挑戦とは珍しい。俺はニビポケモンジムリーダーのたけし。岩タイプのエキスパートさ。言ったな。ちょっとは外の攻撃じゃ俺のポケモンたちは平気。痛くも痒くもないぜ。言ったな。かかってこい。同じセリフをお前芝の前で言えんのか。ギガトレイニング。はい、ギガドレイン。もうね、攻撃と防御を兼ね備えたらもう最高の技よ。もうこれやれたらもう結構メガニウム外役だと思う。光合成もあるし。PP 少な、こんな少なかったっけか。まあ最初の頃はそんなもんだったか。まあたけしの手持ちぐらいは一掃できるだろう。後半化石使っていけなかったぞこいつ。ちょっと早そうだな。そうでもなーい。あれ別にカブトムシそんな極端に速くねえか。はい、オッケー。守りを上回る強烈な攻撃。俺の予想以上だ。さあ、このバッジを持っていってくれ。プレイバッジゲット。はい。オッケー。バッジよこさんか、バッジね、技ましによこさんかったな、ここも。さあ、とりあえずね、うちのメガニウムがとにかく短期決戦型になってしまった。それならそれでいいや。いっそ壁どっちか消して毒毒覚えさせようかな。これもあり。じゃああと関東で得るバッジも残り2枚になりましたね。うち物理に弱いメンバーが多いんで、物理対策はしておいた方がいいと思うので、なんでまあリフレクター残しかやるとすれば、この世代、ちゃんとメガニウム独特覚えれたよね。
誰でも潜れるわ。光の壁を消して毒毒を覚えてると。は？よし。居合斬りが結構使うからさ。リングバカ手放せない PPA だ。よし、時輪に着いた。時輪は一旦保留で。いいか。この感じで懐かしいねーって言っても、ちょっと前まで実況してたんですけど。はい、まあ、さらにも着きましたと。このまま南下していく。水上のポケモンがちょっと鬱陶しいけど、まあ、しょうがないね。やっていきまーす。たまにね、操作が。グレン島。街で長くなっちゃったんですよね。誰だお前、ポケモントレーナーってことは見ればすぐにわかるけどな。俺の名前はグリーン、チャンピオンになった男さ。まあ少しだけだったけどな。レッドの野郎に邪魔されちまったからな。ところでお前何か用か。俺と戦いたいのか。悪いが今戦う気分じゃねえんだ。見ろよこのありさま。火山がちょっと噴火したら街一つなくなっちまった。ポケモン勝負で勝った負けた言っても、自然の身振り一つで俺たちは負けちまうんだ。まあいいや、俺はトレーナーだからな。強い奴がいたら戦いたくなるんだけどな。お前、俺と戦いたければ時輪のジムに来いよ。その時相手してやるぜ。
オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず今回ここまでにさせていただきまして、次回、改めて、グレンジムに挑みたいと思います。まあ、街はなくなってしまったようですけれども、そのグレンジムは一体どこにあるのか、見た感じでポケモンセンターしかありませんけれども、なんとか次回探していきたいと思います。では、ポケットモンスタークリスタル実況プレイのパート23、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。